奈良市最北端の手打ちそば文月さん。フクロウがたくさんいるお店でケーキとコーヒーも楽しめる古民家手打ちそばどころでした。本当に美味しかったです。おそばの動画まだ見ていない方はぜひご覧ください。手打ちそば文月さんを後にして今回はフェアフィールドバイマリオット京都南山城へと戻ります。お隣にある道の駅お茶の京都南山城村へ行っておやつを購入していきたいと思います。美味しかったね。この山奥でお蕎麦を食べれた。ねえ、食べれたね。結構量あったよ。うん。普通のお店よりたくさん入ってる。量が多かった。美味しゅうございました。こんなところにおそば屋みたいなのは分かれへんわ。そうなん、どこもそうや。まあ多いなでも。でも美味しかったわ。食べるけどそばうまいな。ね、全然違うね、やっぱり。美味しいけど美味しさがそれぞれやね。なかなか美味しゅうございます。美味しゅうございました。はい、はい、はい、また降りて。そこがそば屋を持ったの。あ、そうなの。結構歩くね。結構歩きました。自然いっぱいのとこでございます。お結局は言うと、どうぞ言うたろ。ちょっと人立って。うん、さっきも立てたよ。石の国なんやって。高さ 3.8m。わあ、ここ桜咲いた、絶対綺麗。綺麗な。これで右ね。ちょうどやられてるわ、花粉で。花粉で？どうかしら。あ、違うわ、ひな。回ってるから、右に。方向音痴と記憶力がちょっとやばい。
お見通しにおかしになってきた。若いな。レストランも支払う。レストランやったよね。今昼間のメガネな。夜のメガネかけ。ナビパッと見たときもうゴーヤー安定してる。遠いとこはよく見えるよ。逆に近いところが見えなくなった。なんかちょっと難しい目やね。難しい目。あれ違う。近いとこ見えるコンタクトを作って目にもともと入れといて、ほんで遠い眼鏡してちょうどいいぐらいにして、もうええわ、ナビ見るときに眼鏡ピッて上げたらちょうど見えるっちゃ。だってもう最初からコンタクトだけでいいよ。なんで？その近いの見えて遠いの見えるコンタクトなんかないやん。いや、わかる。じゃあ老眼やから。老眼だな。近いよ。実際もそう、めっちゃ見せない。やっぱそれが老眼やって毎回言うと。認めたくないな。いやいやいや。認めたらこんなね。あ、そう。どんだけ言ったらわかる。多いね。多いか。多いよ。メダカ売ってるわ。だからか。メダカの卵。ん？カブトムシの幼虫やって。去年の夏この南山。白村の山で私が採取した。そうなんや。それを480円で売ってんの。なんで来てるの？1匹でしょ。ペットボトル。うわぁ、めっちゃすごいね。あ、ほんまや。これこれ。380円。こっちで買っていこうか。こっちで買っていこう。安いとこ、ここで見ると、見るやん。一緒に来なくてやったすごい。うん、すごいやん、多いわ。安いね。400円で、これ。安い。安いよ。やっぱ安い。ああ、そう。いろんなもんあるわ。干し野菜。栄養価たっぷりやかね。便利です。便利です。だしそうめんやって。
あ、そうだ。あ、ほんとだ。これのことか。土日限定の。え、ここってこ？それは昨日オープンやん。すごいね。オープンに来るとは思わんかったね。ホテルに戻ってくると、共有スペースで好きな時にくつろぐことができたり、コーヒーや紅茶も好きな時間に飲むことができるので便利です。コーヒーを持ってお部屋に行くことにしました。清掃がまだ終わってないかなと思って心配しながらお部屋の方へと向かいましたが、掃除も終わってそうなのでお部屋へ戻ります。ぼた餅とトマトジュース、そしてずっと欲しい欲しいって言っていた草餅をゲットして戻ってきました。お茶畑を見ながら楽しみたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネル、どうぞよろしくお願いします。